8年前、旦那が、事故で、下半身不随になった。それまで散々。うちのムチュコタンは、あんたみたいな女にはもったいないだの。離婚して、ムチュコタンと孫をよこせだのねじねちされていた。だけど、事故直後、医師からもう歩けないだろうと聞いた瞬間。お前が面倒を見ろ。うちには頼るな、と言って、説明室から出て行った。 それから退院するまで一度も面会もなくバリアフリーにリフォーム完成した次の日にようやく顔を見せた旦那にはなかなか本当のことを言えなかったがリハビリ病院に移る頃には話したかなり落ち込み泣いたり八つ当たりもされたが当然だと思って受け止めていたリフォームできる頃には旦那も私も何とか受け止め前向きになろうと頑張り始めていた なのに、クソ止め開口一番。保険でリフォームしたのこれなら、私も歩けなくなっても大丈夫ね。まああの、ボロ屋がきれいになったんだし、儲けたわね、と言いやがった。瞬間何かが切れて。だったら、今すぐ事故にでも会ってこいや。てめえなんか、絶対介護してやんねえからな。儲けた保険金で、みじめったらしく過ごせ。 それで、一人寂しく死にやがれ。みたいなことを泣き叫び、玄関から蹴り出した。旦那も泣きながら死をまいて怒鳴り散らしてた。その後、二人で泣きました。数ヶ月後、警察から、クソ止めが事故で亡くなったと連絡が来たので書き込みました。やっと解放された気がするよ。